韓国全羅北道は2020年、ユネスコ世界自然遺産に申請した高高市の日型に対する IUCN の現地調査が完了したと8日、明らかにした。ユネスコの諮問機関である IUCN から派遣された専門家らは先月30日からこの日までの9日間、韓国の日型4日ところで現地調査を実施した。 ファンチョル保全ら北道文化体育観光局長は、高高志の干潟の自然的な優秀性と価値を知らせるのに力を注いだとし、高高志の干潟の世界自然遺産への登録を信じると述べた。